29年前のちょうどこの日、大阪へ向け羽田を飛び立った123便を悲劇が襲ったのは、暑い一日が終わろうとする頃だった。ねえ見て見て、富士山が見えるよ。ねえお母さん見てよ、富士山だよ。富士山だ。ああ本当だ。その平穏を打ち破ったのは一つの衝撃音だった。突如流れ出た白い煙、一斉に落ちてきた酸素マスク、ね、落ち着いて、これを口に当てるんだ。みんな酸素を吸うのに精一杯だった。そして恐怖の32分間が始まる。左右に激しく揺れるダッチロール、さらに急降下、その傾きは窓から地面が見えるほどだった。コックピットは必死に機体を立て直そうとする。がその努力の甲斐も虚しく、全身緊張、班長踏ん張って。そして異変から32分後、日航123便は乗員乗客524人を乗せたまま御巣鷹の尾根に墜落した。犠牲者520人。生存者はわずか4人。彼らの身に一体何が起こったのか。現場は無残だった。JAL、JAL という文字がはっきりと見て取れます。人影のようなものとかですね、近寄ってもやはり見えないですね。焼け焦げた山肌にバラバラになった機体の一部が散らばり、もはや人の形を失った遺体が辺りに飛び散っていた。もう帰っちゃうよ、もう一緒に帰らないでよ。だわ、やだやだ。9歳の息子を失った母親はその場で泣き崩れた。520人の命が一瞬にして無慈悲に奪われたという現実。大切な人が突然目の前からいなくなった悲しみ。あれから30回目の夏、たとえ世の中から事故の記憶が薄れようとも、その悲しみに終わりはない。私たちの知らない、もう本当に地獄のようなところ見てきたんだろうと思いまして、もう本当にそれはかわいそうで。大切な人がどんな思いで亡くなったかっていうのが永久にわからないというのはやっぱ辛いですね。遺族たちにとってあの事故はまだ終わっていない。この写真は123便の墜落直前の姿を捉えたものだ。あの日この機体に何が起こったのか。その絶望の中で高浜機長率いるコクピットクルーはどう戦ったのか。その答えを私たちは事故以来
このオレンジ色の箱の中に探し続けてきた。コクピットクルーたちの会話を記録したボイスレコーダー。しかしこれには今まで見過ごされてきた問題があった。墜落までの32分間に交わされた会話、それを書き起こしたものを見てみると、聞き取りの難しい部分が66箇所、29年もの間そのままにされてきた。一体どんな会話がされていたのか。私たちは今年新たなテープを入手した。ある事故調査関係者が持っていたよりオリジナルに近い音源。専門家の協力を得て会話以外のノイズを丁寧に除去。例えば衝撃音の直後、高浜機長は何を語っていたのか。かつて一緒にフライトしたこともあるクルーたちに聞いてもらった。果たして、まあ、最初にまずいって聞こえなかった？最初出だしでも僕もまずいって聞こえたけど、ちょっと、ね、まずいってもうなんか言ってるようなね、もしまずいであったとすれば、高浜機長はその後始まる壮絶な戦いをすでに予感していたのかもしれない。この新たな音声とともに墜落までの32分間、コクピットのクルーたちがいかに戦ったのか検証していく。そしてさらに私たちはわずか4人しかいない生存者のうちの一人から新たな証言も得た。一家5人で123便に乗り合わせ、ミキちゃん頑張ってね。長女と2人だけ救出された吉崎博子さんがその人だ。 夢だったらいいのになっていうことです。とにかくもう3人を返してほしいことだけです。今年4月から5回にわたって聞き取った証言、そこには生存者しか知り得ない客室内の絶望的な状況を物語るリアルな言葉があった。吉崎さんの証言をもとに、その時客室内で何が起こったのか検証していく。なぜ今回話そうと思ったのか自分でもよく分かりませんが、事故のことを話すのはもうこれで最後だと決めています。あの夏、私が大阪行きの123便に乗り合わせることになったのは、実家のある東京に子供3人と里帰りをしていて、ちょうど兵庫県の自宅に戻る日だったからです。たまたま出張で東京に来ていた夫とは空港で待ち合わせることになっていました。お父さん来ないね。間に合うかな。大丈夫よ、きっと今頃一生懸命走ってるわよ。もう先に乗ろっか。でも先に乗っちゃったらお父さんとは別々の座席になってしまうよ。いやだ、お父さんと一緒がいい。私も。あ、お父さんだ。夫がやってきたのは間もなく搭乗が始まるという頃。チケットはキャンセル待ちで手に入れたものでした。お父さん。皮肉なことですが、夫のチケットが手に入らなければ一家5人全員で123便に乗ることはなかったのです。あの日羽田空港でたまたま撮られた映像がある。墜落した123便の出発前の姿だ。
当時世界で最も安全だと言われていた飛行機ボーイング747、通称ジャンボジェット。この日も乗り込む際に記念撮影する乗客がいるほど、その安全性を信じて疑う者はいなかった。それは私たちも同じです。やっぱり混んでるわね。席どこ？もう少し前、54列？細めの搭乗手続きだったため、座席は54列、かなり後ろの方でした。お、道吉、こっち来るか。窓近いから富士山見えるぞ。長男の光吉は窓から見える富士山を楽しみにしていました。ああ間に合ってよかったね。うん、はい、シートベルトつけてね。はい、大丈夫？できる？お仕事ご苦労様です。いえ、今晩どうしようか。どっかで食べて帰ろう。そして123便は定刻6時を少し遅れて無事羽田を離陸した。これが実際の映像だ。123便の姿に異変はまだ一切見当たらない。操縦を任されたのはこの3人だった。機長の高浜は総飛行12000時間を超え、教官も務める親分肌のベテラン。機長昇格を目前に控えた副操縦士の佐々木は訓練の最終段階で機長席に座っていた。航空機関士の福田は技術教官を務めるなど腕利きとしてその名を知られ、この3人の組み合わせは日本航空きっての精鋭クルーだった。よく行って行ったことあるの？機内も穏やか。子供にはぬいぐるみが配られていた。すみません。ありがとうございます。ほぼ満席の機内で多かったのは東京大阪を行き来するビジネスマン。お姉さんを呼んでね。はい。中には一人旅プランを利用して大阪に向かう小学生もいた。うん、ご支援君だ。そうなんだ。その他機内には実に様々な人が乗っていた。例えば、当時歌謡界の大スターだった坂本九、本名大島久志さんは大阪の知人に会いに行くためこの便に乗っていた。その他、宝塚出身で初めてのドラマ主演が決まり将来を嘱望されていた女優や、国際結婚を間近に控えたカップルなど、皆未来ある人々だった。そうした人々を乗せて東京湾を抜けた123便は右に旋回、予定通り大阪へと機首を向けた。そしてこの頃からボイスレコーダーの音声が残されている。はい、お一人方がいらっしゃるんですが、よろしいでしょうか。気をつけて。じゃあ気をつけてお願いします。はい、ありがとうございます。乗客がトイレを願い出たものと思われる。飛行機の無事を疑う人などいなかったに違いない。しかしこの乗客はちょっと事情が違った。大阪府箕面市在住の谷口正勝さん。東京で用事を済ませた谷口さんは二人の息子が待つ自宅へ急いで戻るため、あまり好きではない飛行機をこの日に限って利用していた。この後谷口さんは愛する家族へあるものを残すことになる。
そんな123便に異変が起こるのは伊豆半島に差し掛かろうとし富士山も近づいてきた頃だった。ねえお母さん見てよ、富士山だよ。ああ本当だ。そう言ってはしゃいでいたのを夢うつつに覚えています。ところが間もなく、落ち着いてください、大丈夫ですから落ち着いてください、大丈夫です。白い煙がふわっときました。この原因こそが直前のボイスレコーダーに録音されていたあの音だった。これがいかに異常な事態だったか、高浜機長の次の言葉はスコーク77。それは非常時にのみ発せられる日本の航空機史上ほとんど使われたことのない緊急信号だった。じゃあこれ使ってしっかり吸って。酸素が出ていないと訴えるミキコに夫は迷うことなく自分のマスクを差し出しました。それでも最初のパニックはすぐに収まりました。実は私はまだこの時乱気流にあった程度のことだと思っていました。娘の美希子もこう言っていたほどです。ところが123便にはとんでもない事態が起こっていた。その機体はもはやまっすぐに飛ぶことすら不可能な姿になっていたのだ。この衝撃音は123便にとって致命的なものだった。飛行バランスを取るために必要不可欠な垂直尾翼が吹き飛んでいたのだ。そんな壮絶な状況の中、客室乗務員たちは必死に立ち向かった。成功しますか？成功を出していますか？激しく揺れる機内で緊急着陸に備えて書いたメモ。ある乗客はその状況を克明に記録し続ける。コクピットの3人は機体を生還させるためあらゆる手を尽くしていた。123便にいた乗員乗客524人は命を懸けた戦いを続けていたのは、だがどれほど無念だったことか、29年前の今日、この時刻、まさに今この時、123便は御巣鷹の尾根があるここ群馬県上野村に近づいていたんです。そして失われた520人の尊い命、その御霊に捧げるろうそくの火は30回目の夏の夜に事故の重さを思い出させます。当時私は上空から事故の惨劇を目の当たりにしました。あれから29年、今朝激しい雨が降り注ぐ中、慰霊登山をする方々の中に明石花火大会歩道橋事故など他の事故の遺族の方々もいらっしゃいました。安全祈願の聖地としての御巣鷹、再び同じ悲しみを持つ人を出してはいけないという思いがそこにはありました。そしていろいろな事故で家族を亡くされた方々、皆さんの同じ共通の痛み悲しみがあったのではないでしょうか。まもなく墜落時刻の
6時56分となります。黙祷。慰霊登山で出会った123便の高浜機長の奥様は今朝このように言ってました。この29年間に少しずつ解明された事実が残された遺族の悲しみを救ってくれたと、このようにおっしゃってたんです。今まさにこの時間に墜落した123便、今回時を経てわかる新たな真実に私たちは迫りました。29年前のちょうどこの日のことだった。 JAL、 JAL という文字がはっきりと見て取れます。人影のようなものとかですね、近寄ってもやはり見えないですね。まだ300人ほどの遺体がこの中に埋もれているということで、警察自衛隊の方々が今一生懸命にその捜索に精を出しています。その尾根に無残に散った520の命がある。奇跡的に救われた4人の生存者がいる。過酷な現場に立ち会った無数の人々の汗がある。あの夏、誰もが皆命と向き合い戦っていた。一家5人で乗り合わせ3人の家族を失った、その母の命をつないだのは。お母さん、お母さん。ミキ、そばで生き残った娘の声だった。生存者を救うため立場を超えて心を一つにした人たちがいた。みんなよく聞け、相当悲惨な現場を見ることになるぞ。は、突然手が出た。びっくりしたな。ご無沙汰でお願いします。そして始まった救出作戦。先頭さん、あっち。おい、行くぞ。おい、しかしその救出にはさらなる困難が待ち受けていた。ヘリは叩く。これじゃ助かる人も助からなくなってしまいます。こんな炎天下でね、こんなしかも山の中で、早く病院運ばなきゃ助かりませんから。任せられた男がいる。来い。そしてあの救出劇が始まった。もう少しで荒ら頑張んなさいよと。父親の死と懸命に向き合ったある家族の戦い。泣き崩れる母に代わって一家を支えようとしたのはまだ13歳の少年だった。パパを連れて一緒に帰ってくる。そして少年は遺体安置所へ。父の死と向き合った。泣きじゃくる少年、それを支えたのはあの絶望の中で父が残したラストメッセージ。血染めの遺書には何が書かれていたのか。すごい恐怖、やっぱり人間だからあったと思うんですけど、それ跳ねのけてね、私と子供のためにね、書いてくれたんだからと思いました。日航123便が飛び立った時から全ての戦いは始まった。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。帝国6時より少し遅れて羽田空港を飛び立った123便。大阪へ向けて順調に飛行を続け、間もなく伊豆半島に差し掛かろうとした時、異変は起きた。
市長から発せられた緊急信号。それと同時に機内にマスクが降りてきました。それでもコックピットはまだ冷静だった。ギアとは車輪のこと。車輪が出たせいで機体を流れる気流が変わり、バランスを失っただけだと考えたのかもしれない。が車輪は出ていない。高浜は右旋回して羽田への帰還を指示。羽田に帰ればなんとかなる。まだこの時はそう思ったに違いない。通常なら最大でも30度までしか傾けることのない機体がこの時40度近くまで傾く。一方客室ではチーフパーサーの畑野が乗客を落ち着かせることに懸命だった。酸素マスク上空を扱ったって担当を頭にかけてください。パニックは一旦は収まりました。これはこの時の機内の様子を写したたった一枚の写真。一見何事もないように見えるのはここに映る乗客たちが機体に起こった本当のことを知らないからだろう。123便はもはやまっすぐ飛ぶことすら不可能な状態になっていた。なぜなら飛行バランスを取るために最も必要な部分、垂直尾翼のおよそ6割が失われていたのだ。そして123便は激しい横揺れ、いわゆるダッチロールを始めていた。お母さん気持ち悪い。大丈夫、吐きそう。ちょっと我慢して、ちょっと待って。娘は吐き気を訴えました。大丈夫けれどこの時墜落という二文字は私の頭の片隅にもまだありませんでした。ちょっと持ってて、持ってんだよ。コックピットはいよいよ自分たちの置かれている危機的な状況に気づく。ハイドロとは油圧のこと。それが効かないということはいかに絶望的か。主翼、垂直尾翼、水平尾翼など機体を安全に飛行させるために欠かせない部分は全て油圧によって操縦席からコントロールできるようになっている。油圧は4系統に分かれていて、その全てが集中するのが垂直尾翼。そこが破壊された。もはやどんな技術をもってしても機体をコントロールするのは不可能に近いことだった。油圧が効かないことに気づき始めた頃、高浜が発した言葉に不明な点がある。ここだ。記録にはこう書き起こされている。雑音を除いた新たなテープならば聞き取りは可能なのか。再び聞き取りは可能なのか。再びかつての同僚に聞いてもらった。なんでこうしないんだって聞こえない。なんでこうしないんだ、なんでこうしないんだ。でも 何かの操作をしよう、あるいは機体の動きを起こそうとしたけれども、やっぱりそうなってないっていうことに対する
なんかその気持ちのようではありますね。あるいはこうも聞き取れないだろうか。直前にあるディセンドは降下を意味するだとすれば、なんで降下しないんだであれば話はつながる。いずれにしてもその言葉からは自分の力が及ばなくなったことへの苛立ちが読み取れる。4つの誘発がね、全部なくなるっていうね、あの事件事故まではね、誰も想定しないんです。メーカーも想定しないから、本当にそれが壊れたっていうことは信じられないわけですよ、心理的に。そしてとうとう機長の高浜はその言葉を管制に伝える。操縦不能。それが機長高浜にとってどれほど重い言葉だったか。実はこの頃のフライトレコーダーの記録を見ると、横揺れに加えて上下運動も始まっていた。つまりダッチロールと呼ばれる横揺れに加え、フゴイドという激しい上下運動が始まり、123便はこれほど不安定な飛行を始めていたのだ。その頃客室内では、シートベルトを外して座席の下にある救命胴衣をつけてください。ミキちゃん、自分でできる？うん、母さん渡すのがない。もう横に大丈夫、シートベルトつけて、うん、ね、大丈夫。座席の下にある救命胴衣を取ってあげたかったのですが、ゆかりが膝の上にいたためそれができませんでした。そんな中、優しい性格の夫は周りにも目を配っていました。しっかりしてください。聞こえてますか？大丈夫ですか？しっかりしてください。すいません、すいません。頑張ってください。聞こえてますか？すぐに来ますから、ライト。大丈夫ですか？しっかりしてください。この頃すでにたくさんの乗客が失神しているようでした。それはこれまで語られてこなかった事実。座席ポケットの中にある安全のしおりを見てつけてください。客室乗務員たちは初めて遭遇する事態にもかかわらず懸命に乗客に指示を出していた。これが実際の声だ。客室乗務員の一人、津島由美子さん。墜落現場で見つかった彼女の手帳にこんな箇所があった。揺れる機内で書いたと思われる乱れた筆跡のメモ。落ち着いてください。ベルトを外し身の回りを用意してください。荷物は持たない。ハイヒールを脱いでください。それは不時着に備えたアナウンスの準備だった。その頃乗客の中にもエチケット袋に懸命にメモを取る男性の姿があった。谷口正勝さん。書いていたのは家族へのメッセージ。瞑想が続く中、最後を予感する乗客も増えていた。123便はなおうねるような瞑想を続けていた。真っ青な顔をしていました。そんな中、123便は右旋回し、高浜機長が願った通り羽田の方に機首を向け始めていた。
しかしなぜ操縦不能な機体にそれが可能だったのか。今回我々は元機長の高本さんらと共にその理由をフライトデータから突き止めた。そのまま残ってしまう。高本さんが注目したのはエンジン出力のグラフ。左右のエンジンのその出力の差っていうのが確か見られますよね。左右のエンジン出力の差とは何なのか。そもそもジャンボには4つのエンジンがあり、その4つの出力をこのレバーで操作している。これはフライトデータに記録されているこの日の123便のエンジン出力を表したグラフ。見た目は全ての出力が同じ大きさに見えるのだが、例えば最初に右旋回が始まった焼津市上空ではわずかに左側のエンジン出力が大きいことがわかる。そのわずかな差は実際には6トンという力の差を生んでおり、それにより機体は右側へと旋回していったのだ。普通は4つとも同じ数値のその計器で表示があるように動かすんですね。この事故の時のようにそのあまり落ち着いてその計器を見ながら操作ができないので、そういう時にはその手のその癖もありますし、左右のアンバランスっていうのは生じる可能性があるわけですね。つまり123便が羽田の方向に向かったのは切羽詰まった状態での偶然の賜物だった。この時航空機関士の福田が新たな提案を行う。それは車輪を出して空気抵抗を増し、機体の速度を落として高度を下げようというもの。だが油圧機能が失われているため車輪は出ない。そこでまた福田が機転を利かす。高浜も同意したアイデアは電動でロックを外し車輪自体の重さで出すこと。すると高度を下げられるかもしれない。この車輪を下ろす作業の最中にも聞き取り不明な箇所があった。新たなテープでは何と聞こえるのか。羽田に戻ろう、なんか言ってるよね。 それが羽田なら分かるね。藤川さんには羽田に戻ろうと聞こえるという。羽田に戻ろうだとすれば、高浜ら3人を支えていたのは何としても乗客を羽田に無事に連れて帰る、その一心だったに違いない。だがしかし車輪を出した影響はあまりに大きかった。必要以上に急降下を始めたのだ。窓から山や土が見え怖かったです。なぜ窓から地面が見えるような事態が起きたのか。さらにそれまでずっと右手に見えていた富士山が左手にある。
羽田を向いていた機首になぜか西日が当たっている。実はこの頃123便は右に大きく傾いて急旋回、小さな円を描いて一回転していたんだ。この時管制官の呼びかけに応じる余裕さえ彼らにはなかった。それでも長女の美希子は訓練なのと言っていました。ゆかりは気を失ったままでした。機内の極限状態を克明に記録していた人がいる。会社員の村上良平さん。そのメモは封筒の裏表にわたって綴られていた。18時45分、酸素が少ない、気分が悪い、機内より頑張ろうの声がする。機体がどうなったのかわからない。そんな中すでに最悪の事態を想像している乗客もいた。大阪の会社員谷口正勝さんだ。谷口さんは書いたメモで免許証をくるみ、ズボンのポケットに。最悪の場合これで身元だけははっきりさせなければと考えたのかもしれない。機体はより一層激しい降下を始めた。その時123便をレーダーで捉えていた米軍横田基地から無線が入る。横田基地では緊急着陸の受け入れ準備を整えていた。確かに目と鼻の先には横田基地があった。このままたどり着けば助かる。がなぜか無情にも機体は左に旋回してしまう。エンジン出力の影響でずっと右旋回を続けていた123便に何が起こったのか。新たに調べた結果、原因は風だった可能性が高い。この時吹いていたのは南西の風。エンジン出力の差を上回るその風に煽られて機体は北に進路を変え、横田そして羽田から遠ざかったんだ。風任せっていうんですかね、その風をコントロールするっていうことがもうほとんど機能的に失われてますので、まあ、風に流されるままにこう姿勢が変わって、で、まあ、あのコントロールできなくて飛んでいたっていうような。さらに123便にとって過酷な事態が。この頃飛行していた場所の北側、埼玉県秩父あたりで雷雨となっていた。それは123便の進行を遮るように発生していた巨大な積乱雲が原因だった。それにより一帯には北東からの強い風が吹き、その風の影響で123便は今度は西にいたのは南西の風。エンジン出力の差を上回るその風に煽られて機体は北に進路を変え、横田そして羽田から遠ざかったのだ。風任せっていうんですかね、その風をコントロールするっていうことがもうほとんど機能的に失われてますので、まあ、風に流されるままにこう姿勢が変わって、で、まあ、あの
コントロールできなくて飛んでいたっていうような。さらに123便にとって過酷な事態が。この頃飛行していた場所の北側、埼玉県秩父あたりで雷雨となっていた。それは123便の進行を遮るように発生していた巨大な積乱雲が原因だった。それにより一帯には北東からの強い風が吹き、その風の影響で123便は今度は西に旋回、とうとう御巣鷹方面に機首を向けていく。垂直尾翼を失っていた123便に方向をコントロールする術などもはやなかった。異変が起きてから22分後、羽田へ向け操縦不能の機体を懸命にコントロールしてきた高浜がとうとう厳しい言葉を発していく。これはダメかもわからんね。その3分後、今回の音声解析で新たに浮かび上がった言葉がある。終わったにこれな。ああダメだ、終わった。もう本当に最後のところ。ああダメだ、終わった。今まで知られていた高浜の姿がさらに追い詰められたものだったことが新たに分かった。そして123便は山岳地帯へと吸い込まれていく。高度も下がり、一歩間違えれば山肌に激突する。コクピットの3人はさらに追い詰められていた。これはまさにその格闘の瞬間を捉えた写真である。びっくりしたね。あなた音がでかくて、でかい飛行機だったから障子がありますよね、はい、あれがビビビビビビッと、だからなんちゅうの、地響きがするような、スーッと来て、これ登るときグーッと、登るときはスーッと登ってた、グーッと。ほんでこの上来た時に、水泳に来た時にこんなになったような感じがしたね。眼下に広がる高い山並み、高度を下げていた123便にはあまりに厳しい現実だった。それでも高浜たちは懸命に戦い続ける。打てる手は全て打ち、あらん限りの力を振り絞っていく3人。そして高浜の口から出た言葉。ドーンと行こうや。この言葉がメディアで報じられた時、投げやりな態度だと批判を浴びた。だがこれには続きがあった。運命を共にするクルーを精一杯励ましていたのだ。さらにこう続く。彼らは戦い続けていた。高浜はこの時どんな思いだったのか。現役の後輩パイロットはこうおもんばかる。本当は生還させたいんでしょうけどね、それが
どうしても無理な状況になってきた場合、じゃあそれおしまいか、それを投げ出すのかって言ったらそうじゃなくて、じゃあ一人でも多く助けようと、本能に近いものじゃないかなという気がするんですけど、親がこう守るっていうのと同じで、高い山並みが眼下に迫る。ミキ、大丈夫？お母さん、これお金なの？でも、ちゃんと足踏ん張って、ちゃんと突っかからね。乗客たちも生死をかけた戦いを続けていた。メガネを外した方がいい。かけたままだったら怪我してしまうから。はい、落ち着こう。子供たちの前だからしっかりしよう。夫は私の右手をぎゅっと握りしめながらこう言いました。とにかく機体を上昇させなければ。頑張ってください。はい、頑張ってください。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 フラップを下ろし、空気抵抗を作って速度を落とす。残された最後の手段だった。そして高浜たちは望みを捨てず、目指し続けた羽田の管制との交信を再開させる。ジャパニアセブン、ワントスリー、リピートパンション。熊谷から25マイルウエストの地点です、どうぞ。123便を救おうと管制官たちも諦めてはいなかった。エペレ123、左の方はもうレディーになっております。なお横田と調整して横田ランディングもアベラブルになっております。はい、了解しました。誰もが123便の生還を信じていたのだ。だがその思いも虚しく、機体は一気に急降下を始める。通信緊張、足を踏ん張って、頭を下げて。リセンス、そしてその時が来る。まるでジェットコースターのようでした。まっすぐ一直線に真っ逆さまに落ちていきました。その瞬間、わずか数十分前まで元気に人生を謳歌していた人たちの命があっけなく奪われた。そして私たち一家五人の親子団らんの時は一生失われました。私は真っ暗闇の中にいました。そこがどこなのかも分かりません。お母さん。お母さん。
三吉の私を呼ぶ声が聞こえたような気がしましたが、それも夢だったのか現実だったのか分かりません。ゆうちゃん、三吉、三吉、そんな吉崎さんがこの暗闇の中から救い出されるまでにはまだ多くの時間と幾多の困難が待ち受けていた。乗員乗客524人を乗せました羽田発大阪行きの日本航空123便ジャンボ機が今夜長野県内に墜落しました。墜落後間もなくテレビは一斉に報道番組に切り替わり、墜落した123便をめぐって日本中が大騒ぎになった。家族の方々は続々と安否を気遣いました。知らせを聞いた乗客の家族が続々と空港に駆けつけた。が肝心の墜落場所は判然としないままだった。その頃ひろこさんは家族の誰が生き残ったのかわからないまま墜落した深い森の中にいた。気がついた時は薄暗い感じでした。眼鏡を外していたこともあって周囲が見えず、そこがどこだか分かりませんでした。夫を呼ぼうとしましたが声が出ません。ゆうちゃん、お母さん、みちよし、お母さん、みちよし、お母さん。息子がお母さんと呼ぶ声が3回聞こえた気がしましたが、それが最後でした。この時ひろこさんは全身に傷や骨折を負い、特に顔面の裂傷はひどく、一刻も早い救助が必要だった。ところが、ちゃんと吐き入れてください。墜落の一報から3時間が経っても墜落場所は情報が錯綜し特定できない。現地は長野県小村山の北斜面と連絡を受けました。実際は群馬県御巣鷹の山中だったにもかかわらず誤報が続いた。分かっているのは3県にまたがる山中のどこかであるということだけ。29年前のちょうどこの時間頃から捜索が始まる。墜落場所がどこかもわからないまま2000メートル級の山々へと分け入っていくのだ。現場は確認できました？まだできない。まだできない。3つ4つ目ぐらいの、これで4つ目ぐらいの山だから、その山を全部はもう何箇所からも上がってこの山じゃないっていうことを確認してまたこうバラバラに降りるわけ。そして長官には全員絶望の文字が。事態が動き始めたのはその頃だった。ご覧いただけますでしょうか。ようやく墜落現場が特定されたんだ。日航機の主翼です。 JAL JAL という文字がはっきりと見て取れます。人影のようなものは全く見えません。現場の映像を見て誰もが息を呑んだ。あの巨大なジャンボ機が見る影もなく粉々になっていた。そこは地元の人すら足を踏み入れることのない登山道もない山。いかにして救助に向かうか。新たな戦いが始まることになった。
動き出したのは自衛隊の精鋭部隊第一空挺団だった。中隊の災害派遣部隊の指揮を自分岡部2位が取る。岡部はその統率力の高さで叩き上げの隊員からも一目置かれる存在だった。任務は墜落現場へリペリングし生存者の捜索に当たることを第一とする。以上。皆よく聞け。相当悲惨な現場を見ることになるぞ。覚悟して任務に当たれ。はい、はい、佐久間は空挺団切手の猛者、通称クマさん。そんな佐久間たちがこの救出作戦を任されたのには理由があった。空挺団は航空機から落下線で降下し作戦を遂行するのが任務。ヘリからロープ一本で降下する技術も群を抜いている。墜落現場の尾根にいち早く到達できる部隊は空挺団を置いて他になかった。そして午前7時54分佐久間たち空挺団を乗せたヘリはオスタカの尾根を目指し飛び立った。部隊を率いる岡部は現場の惨状に息を呑んだ。現場だ、すごいな。佐久間は辺りの地形をひたすら頭に叩き込んでいた。クマさん、気合い入れていくぞ。そして始まった空挺団の救出作戦。その様子を捉えた映像を探し出すことができた。このヘリから最初に降下したのは岡部、続いて佐久間、降り立ったのはジャンボ機が激突したまさにその場所だった。山肌がえぐれ赤土がむき出しになっている。立つことすらやっとという崖のような急斜面。黒焦げとなった翼が無残に転がる現場でどう生存者を探すのか。午前9時30分散らばる機体をかき分けての生存者捜索が始まった。しかし人が生きている気配は微塵も感じられない。それどころか現場にはちぎれた遺体が散乱していた。その惨状に佐久間や岡部も言葉を失ったという。もうこれはちょっと絶望できたなという感じだったんですけれども、まあ、ご遺体が、まあ、炭になっているというような感じですね、うん、正直言って言えば見たくない、あの、まあ、もう地獄絵図のような状況ですので、ここに生存者がおられるというのはちょっと想像内にできませんでした。佐久間たち空挺隊員は救出を待つ吉崎さんをなかなか見つけることができなかった。なぜなら吉崎さんたちがいたのはオスタカの尾根から300メートル下最も深いところにある菅野沢。墜落した衝撃で機体の最後部が滑り落ちたのだ。この映像が撮影された時そこにまさに4人の生存者がいた。これが機体後部に座っていた吉崎さん一家の座席位置。そのうちこの場所に座っていた弘子さん、そして長女の美希子さんが一命を取り留めた。その2列奥に生存者の落合由美さん、最後尾に川上恵子さんが座っていたのだ。痛いよ。ミキ、
死亡してきっと助けに来てくれるからね。助けはきっと来る、そう信じるしかありませんでした。しかしこの時まだ空挺団は菅野沢に生存者がいることを知らなかった。ひどい、長すぎる。一方麓から御巣鷹の尾根を目指して山を登る捜索隊がいた。急ぐぞ。墜落したのはこの山で間違いねえんだけど、ここは漁師でもめったに入れねえからな。地元の俺たちが行かねえでどうすんだ。地元上野村の消防団、午前10時30分沢伝いに登ってきた彼らは墜落現場近くの斜面に到達。菅野沢に散乱する機体の残骸を見つけた。これじゃどっからも手つけらんねやな。なんか動いてねえか。なんか獣が悪さしてんじゃねえのか。動いた、行ってんだよ。それは誰もが全員絶望だと思っていた時だった。日航123便、墜落現場での救出作業は困難を極めた。自衛隊や警察などが一人でも多くの生存者を助けるため捜索を始めた。がそこにあるのは焼け焦げ、バラバラになった機体の残骸。辺りの木々に引っかかっていたのはもはや人の形を失った遺体の一部。生存者発見が絶望視されていた頃だった。ここは漁師でもめったに入れねえからな。地元の俺たちが行かねえでどうすんだ。そんな中希望を見出し御巣鷹の尾根へ向かっていた上野村の消防団はついに123便の残骸を見つけた。なんか動いてねえか。動いた、行ってんだよ。突然手が出た。それはほんと全員がほとんど見たわな。うん、ああびっくりしたな。生きてるぞ。よし、その事実は尾根を捜索中の空挺団にも伝えられた。斜面北側の下およそ250メートル地点で生存者発見です。生存者発見。おい行くぞ。おい、子供、子供を先にお願いします。無意識に出た言葉でした。これはひろこさんが救出された直後を捉えた写真。折れた肋骨の痛みだけが記憶に残っているという。そして長女の美希子さんは右足に機体の破片が刺さり出血がひどかった。まさかね、
親子でね生きてるとは思わなかったからね。娘が娘だっていうことを一生懸命娘のことを気にしてたっていうことをお母さんが死に物狂いだったな。そして同じ菅の沢からもう一人の少女川上恵子さんと日光客室乗務員の落合由美さんが発見された。乗員乗客524人のうち生存者はここで見つかった4人が全てだった。現場に生存者がいました。現場に生存者が4名いた模様であります、今しかし本当の救出までにはまだ大きな壁があった。救出用のヘリが近づけるのは墜落現場となった尾根まで。そこまで生存者を運び上げなければならなかった。それを物語る実際の映像。生存者を乗せる担架はバラバラになった機体の一部やあり合わせのもので作られた。男たちの心にあったのは生存者の命をつなぎたい、その思い一つだった。村の消防団と担架を運んでいた佐久間には記憶に残っている場面がある。担架が揺れたんでしょうね。で落ちるのを防止するために自分の手を掴んだ時にですね、あ、生きてるんだっていうような気がしました。それは吉崎さんの娘美希子さんが先に引き上げられ、続いて博子さんを担架に乗せ引き上げている時だった。佐久間が担架に手をかけた瞬間、せーの、助かるぞ、大丈夫だ。ひろこさんもまた懸命に生きようとしていた。その頃尾根にはまた別の救出部隊が待ち構えていた。日赤の合間です。地元の赤十字病院から3人の救護班を連れてきた相場医師。気をつけろ。だが一刻も早く治療を受けさせたいという相場の思いを遮るようにまた大きな壁が立ちはだかる。そっちはどうですか。患者さんを搬送します。これがその時の映像だ。早く病院へ運びたいのにそれができない看護師たち。それには理由があった。この日御巣鷹の尾根の上空は自衛隊からメディアまで何機ものヘリコプターが飛び交い、狭く急斜面の救出ポイントに救助用のヘリがなかなか近づけなかったのだ。その下では砂ぼこりが舞い小石が飛び交う状況の中、生存者たちを毛布でくるみみんなが必死に守っていた。なんとかしなきゃならんという。とにかくヘリがね、ヘリコプター自体は上空たくさん飛んでるんですよ。こんな炎天下でね、こんなしかも山の中でこんな状況でね、早く病院運ばなきゃ助かりませんから、ヘリを呼んでくれてたんですよ。大至急ヘリを要請してください。こんな状態で動かして大丈夫なんですか。ここで何ができるって言うんです。おい、ヘリはまだか。これじゃ助かる人も助からなくなってしまいます。時間がないんです。相場は思わぬ行動に出る。早くすぐにヘリコプターを呼んでください。お願いします。自衛隊の命令系統を無視して勝手にヘリを要請したのだ。とっさですよ。ええ、あの人に頼めるにしょうがないと思って、せっかく長い時間苦しんで生きてたわけですからね、もう何としてでも助けなくちゃって。頑張ろう、もう少しだ。そして吉崎さんたち生存者は発見からさらに2時間以上経ってようやくヘリに収容されることになった。担架通ります。止めてください。まずは子供たちから先にあげてください。お願いします。わかりました。
熊さん頼むぞ。任されたのは佐久間だった。来い。そして日本全国に感動を呼んだあの救出劇が始まった。最初に救出されたのは美希子さん。続いて川上恵子さん。実はこの時佐久間は本来つけるはずの命綱を恵子さんの体に巻きつけなかった。ロープを巻けばそれが食い込む。すでに重傷を負っている恵子さんにさらに痛い思いをさせたくなかったからだ。溢れそうになる涙をこらえて佐久間は必死で呼びかけた。大丈夫、助かるから。本当に抱いて上がる時は涙が溢れそうだったですよね。今までその十何時間ですよね、暗闇の中にいて、でやっと助かったと。もう少しだから頑張んなさいよと。そして3番目はいよいよ吉崎弘子さん。しかしこの最後の最後でまたしてもトラブルに見舞われる。体に負担がかからないように担架に乗せたまま引き上げようとした時だった。バランスが崩れ猛烈な勢いで担架が回転し始めたのだ。その時ヘリの窓から身を乗り出して担架を引き上げようとする人の姿があった。あの佐久間だった。この時のことを吉崎さんはこう記憶している。せっかく助けていただいたのにこれで落ちたらと心配でした。ヘリに引き上げてもらう時は懸命に足を踏ん張りました。これだけたくさんの方々が救出に携わっていたことを知りませんでした。今まで言えませんでしたが、あれだけ壮絶な状況の中で助けていただき本当にありがとうございました。その後母ひろこさんと長女のみきこさんは群馬の病院から東京へと転院。手厚い治療を受け3ヶ月後に無事退院した。が夫、長男、そして次女を失い一家5人揃っての家族団らんの幸せはもう一生味わえなくなった。退院後の記者会見、吉崎さんの思いが込み上げた。10月10日は結婚記念日でしたから、とにかくもう3人が戻ってきてくれた、5人元気で大阪に帰りたいと思って、3人を返してほしいことだけです。それが遺族たち全てに共通する思いだった。が遺体安置所に駆けつけた遺族の悲しみにさらに追い打ちがかけられる。棺に入れられた遺体に完全なものはほとんどなく、足や腕だけといった部分遺体ばかり。それすら見つからず、大切な人の死をどう受け止めればいいのかわからないまま途方に暮れる家族もいた。彼女もそんな遺族の一人だった。ゆみこちゃん、今日は遅くなってごめんなさい。
吉田キミ子さん。彼女は娘を失った。娘の由美子さんは宝塚音楽学校に入学。そこでスターとなり対談。その後はドラマの主演も決まり、トップ女優としてその一歩を歩み出そうとした矢先、事故に遭った。ようやく遺体確認ができたのは事故から6日目。キミ子さんは夫と長男を伴って家族全員で引き取りに向かった。しかし棺に入っていた遺体は全てが包帯で覆われ、娘かどうかもわからない。そんな時だった。長男の正彦さんが遺品の衣類から見つけたのは、搭乗チケット番号が符合していた。この座席の番号、由美子の座席だね。由美子ちゃん。そしてようやく母は娘の死と向き合った。ただ一つの救いは、顔がほぼ無傷のままだったこと。もう白い布でぐるぐる巻きにされて、棺の中に横たわってる姿というのは、私たちの知らない、もう本当に地獄のようなところ見てきたんだろうと思いまして、もう本当にそれはかわいそうで、もう言葉には言い尽くせないです。その悲しみは29年経った今も全く薄れていない。ここはかつて由美子さんが使っていた部屋。娘の部屋は今もそのままにしている。ゴミで処分だよってみんなに言われちゃうんですけれど、それは自分でよく承知してるんです。どうにもならないことは自分でよく分かってるんですけれど、母は今も娘の死という現実を受け入れるために必死に戦っている。そんな遺族たちの思いを象徴するのがこれだ。事故以来遺族たち自身の手で綴られてきた冊子、オスタカ。今年で100号を迎えた。再び悲劇が起きないよう、その中で遺族たちが強く訴えてきたのは、事故原因のさらなる究明だった。お読みいただけますか。そのために遺族たちは署名を集め、どこに問題があったのかを明らかにするために刑事責任を問う運動を始めたが、結局不起訴処分。これをもって同事件の捜査を全て終了しました。原因究明を求め続けた家族のモヤモヤは今なおくすぶっている。その一人が彼女、事故で夫を失った谷口真知子さんだった。原因が何かということが未だに解明されてないということと、それと原因が分からなかったらその責任がどこにあるかが分からないということと、もう少しこう徹底的な事故究明のシステム自体を日本としては取ってほしいって思いますね。なぜ123便は操縦不能に陥り墜落しなければならなかったのか。原因究明の鍵は吹き飛ばされた垂直尾翼が握っている。
これは墜落前に撮影された映像。この時まだ垂直尾翼には何ら問題は感じられない。しかしなぜ 60% もの垂直尾翼が吹き飛ばされなければならなかったのか。そもそも事故調査委員会では事故の原因をこう断定している。後部圧力隔壁の破損が引き金となり垂直尾翼も破壊された。つまり客室内の気圧を保つための圧力隔壁に突然破損が生じ、そこから客室の空気が一気に流出。機体のバランスを保つために欠かせない垂直尾翼を内側から破壊したというのだ。が一方、事故原因には様々な説が飛び交った。ミサイルや自衛隊の無人標的機によって垂直尾翼が破壊されたという説も一部で根強く唱えられた。ではもう一度異変時の衝撃音を聞いてみよう。生存者の一人吉崎弘子さんは異変時の音をこう証言している。ボワンっていう感じ。ボワンっていう音ですか。すごかったです。これに対して事故調査報告書を見てみるとドーンという表現になっている。重要な部分がまだ曖昧なままだ。そこで私たちは事故調査の関係者から手に入れたボイスレコーダーのよりオリジナルに近い音声を聞いてみることにした。衝撃音はどう聞こえるのか。ではやべっ。改めてもう一度。やべっ。聞いてみると明らかに1回の衝撃音ではなく複数回の衝撃音が聞こえる。ではもう一度。この複数回の衝撃音は垂直尾翼の破壊に一体どう関係しているのか。私たちはアメリカへ向かった。事故から29年、さらに進化を遂げた音響解析技術で衝撃音を分析してもらうためだ。すると音声を聞いた博士が、最初にここで大きな音がして、2番目の音がここ、そして3番目の音がしていますね。状況が分かったと思います。分析された新事実とは何か。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。アメリカコロラド州デンバー。ここは航空機事故をはじめとする様々な事故原因を最先端の科学で解明している。私たちが訪ねたのは新たに入手した123便のボイスレコーダーのテープで衝撃音を解析してもらうためだ。果たして事故原因は調査委員会が報告した通り圧力隔壁の破壊によって流れ出た空気圧が垂直尾翼を吹き飛ばしたためなのか。あるいは外部から受けた何らかの衝撃によって垂直尾翼が吹き飛ばされたのか。ああ、テープだね。分析してくれるのはロバート・ウィン博士。元空軍のパイロットでもあるウィン博士はこれまでに500件以上の航空機事故分析に携わってきた。まずは123便のボイスレコーダーの音声データを波形に表してもらった。これがそれだ。早速聞いてみる。
ウィン博士は音の分析はもちろん音の波形を丁寧に見ていく。最初にここで大きな音がして、2番目の音がここ、そして3番目の音がしていますね。これが事故調査報告書の表すドーンという音の波形だ。確かに3つの特徴的な音の山がある。まずは1番目の音だ。ここが破壊が始まる瞬間です。音はここで急速に大きくなっています。1番目の音の波形は大きな音が何の前触れもなく突然始まったことを表しているという。しかも何か熱い金属を壊すと必ず非常に大きな音がするんです。ウィーン博士はこの音は金属の破壊音だという。なぜなら一瞬でこれほど大きな音を出す材質は金属以外に考えられないからだ。つまり一番目の音は機体の金属部分に突然破壊が生じた時の音。では機体のどこの金属に破壊が生じたのか。一番目の音をもっと詳しく見ていく。するとウィーン博士がある部分を指さした。その部分もよく見てみると、ここにくぼみがある。音は一旦縮み、再び広がっている。この形は一体何を意味するのか。これは同じ音が2つの経路で別々にコックピットに届いたことを表しているんです。なんと一番目の衝撃音には二つの音の始まりがあるという。しかもこの二つの音は同じ音だというのだ。一体それはどういうことなのか。実はその理由はこの音を録音したマイクの位置にある。ボイスレコーダーの音声はコックピットの天井にあるこのマイクで拾っている。そしてこのマイクが拾う音の経路は二つ考えられるのだ。まず一つは発生した音が機内の空気中を伝わってくる経路。そしてもう一つは機体そのものを伝わってくる経路。問題はその伝わるスピード。音は空気中を伝わるスピードの方が少し遅れるのだ。つまり機体を伝わった衝撃音が先にマイクに届き、空気を伝わった衝撃音が一瞬遅れてマイクに届いたということなのだ。その時間差 0.135 秒。実はこの時間差は音の発生源までの距離によって前後する。この 0.135 秒の時間差から音の発生源をたどっていくと、それはコックピットのマイクから 47.87 メートルから 58.51 メートルの間だということが分かった。その中心にあるのは圧力隔壁。やはりここが原因なのか。その謎を解く鍵は2番目の音に隠されていた。この波形は非常に綺麗な三角形で、これが機体の損傷時点に相当するはずです。2番目の波形は突然発生した1つ目の音の波形とは異なり、音が徐々に広がっていることがわかる。これはどこで発生した音なのか。するとウィーン博士が、これは垂直尾翼の破壊を表していると思うんだ。なんと2番目の音は垂直尾翼が破壊された音だというのだ。果たしてその理由は。ここに大量の空気が入り込むと圧力がかかって機体が変形し、徐々に破壊に至ってしまうんです。つまり
2番目の音の波形が突然ではなくなだらかに始まっているのは垂直尾翼が内側からの空気の圧力で押し出されるように徐々に破壊されていく状態を表していたのだ。だとすれば1番目の音は圧力核壁の破壊音だと考えると非常に納得がいきます。1番目の音はやはり圧力核壁の破壊音。事故調査報告書とほぼ同じ結果が得られたということになる。そして残された3番目の音の正体、ウィーン博士によればこれもまた圧力核壁の破損による影響で何かが破壊された音だという。ここで最後の音が鳴っています。これは音の始まりがかなり唐突で、その後すぐに小さくなっています。これは典型的な金属の音ですね。鐘やゴングを打つような音にそっくりです。そしてウィーン博士は3番目の音は機体最後尾の部分が脱落していった音だと結論付けた。つまり圧力核壁の破損で生じた破片などが機体最後部の補助エンジンにぶつかり、そこが一気に脱落。これが3番目の音の正体だ。では改めてこの衝撃音の正体を確認しておこう。1番目の音は突如圧力核壁が破損した音。2番目の音は垂直尾翼が内部から徐々に破壊されていった音。3番目の音は機体最後部が脱落していった音。やはりあの日123便には人知を超えた想定外の出来事が起こっていたのだ。そしてその過酷な運命をあの日背負わされたのが524人の乗員乗客だった。ここにあるテープにもまた一人の乗客の過酷な運命が刻まれている。声の主は永田義則さん。当時やり手広告マンとして東京大阪間を頻繁に行き来し、あの123便も利用していた。当日は夕方まで取材を受けていて、便に間に合うかどうかというところだった。そのやり取りが偶然記録されている。まあ、お前ら早いね。お前もうまた乗ってください明日の朝もう僕ら大阪に帰れなくないの。だって6時のジャストやろ。もう大阪混んでますね。浜町が何分で行く。あ、じゃあいいよ、もう先行けよ。別の車で行く。そしたら一つ止めておきますわ。もう一つ止めてください。そして結局永田さんは間に合ってしまった。息子の正弘さんはそんな父の遺品を今でも大切に保管している。こよなくタバコを愛した父、あの機内で最後の一服をしたに違いないと息子は信じている。うちの父親ってすごい怖がりなんでね、特に飛行機が大嫌いで、飛行機落ちたら助からんってこと常に言ってたんで、なんかこれで見るとなんかまだすごい慌ててる様子があるんで、慌ててタバコ吸ったんじゃないかなと。相当焦って吸って、もう気を落ち着けようとしたんですよね。明るくて頼りがいのある父だったという。そしてこの少年もこの事故で父を失った。少年はなぜ父の死に一人で向き合わなければならなかったのか。事故後間もなく犠牲者の遺体が次々と運ばれてくる遺体安置所。
大切な人を失った家族たちが肩を寄せ合い懸命に悲しみに耐える姿があった。そんな中、その悲しみに一人で向き合う少年の姿があった。当時13歳だった谷口敦史さん、彼はこの事故で父親の正勝さんを失った。あの日、夫の正勝は東京での用事を済ませ、普段あまり利用することのない飛行機に乗って大阪の自宅に帰る途中でした。当時私も仕事で茨城県に出かけていたため、二人の子供が心配でした。夫とこんな会話をした記憶があります。あの子らパパ待ってると思うし、パパが早く帰ってきてくれたらきっと喜ぶわ。夫は子煩悩な人でした。それにこの頃子供にちょっと心配なこともあったのです。それは夫の大好きなキャンプに家族で出かけた時のことでした。あ、山はええな。山ちゃうやろ、車で10分や。森があって池があって立派なもんや。おありがとう。その心配の種とは長男の敦史のことでした。実はいじめにあっていたのです。あいつもいじめられてたんが結構たくましになってきたやないか。でも今日も学校の帰りにやられてたわ。えちょうどうちの前やったか。あそう。子供の喧嘩に親は出るなってパパは言うけど、やっぱり心配やわ。うまいもんや、感心するわ。ボーイスカウトに入団しても3年やで。あパパこそ副長のくせに何も作れんで。いさあ、これ最高や。せやろ、ああ僕も食べよう。パパな、家族と一緒にこうやっていんのが一番嬉しいんや。パパが子供の頃は両親働いとったからキャンプなんか来れへんかったからな。僕も楽しいよ。キャンプに来たら嫌なこととか忘れられるし。あつし、ん？中学のことやけどな、お前私立行きたんやろ。ええの？その代わり勉強頑張るんだぞ。中学入ったら友達いっぱい連れてこい。ありがとう。マコトは何を頑張るんかな。ゲーム。え？ゲームか。父親の存在が必要な時、夫はいつも近くにいてくれました。私は夫に頼り切っていました。気づけや。おいしい。あ、そうだ。その夫にあの事故が襲いかかったのです。123便に乗っていた夫は揺れの激しいあの機内で必死に何かを書き残していたのです。子供たちが夫のことを知ったのはニュースがきっかけでした。今日はですね、まあ、大変空港ターミナルビルも羽田混んでおりまして、おそらくキャンセル待ちなどで。パパ今日帰ってくるんやろ。多いんじゃないかと思うんですね。でも飛行機なんか乗らへん。読めますか？読めない位置にいらっしゃいますか今。わ
そうや、今現在その名簿の前におります。ちょっと読んでいただけますかね。誠、もうね、パパ帰ってきたら起こすから。中野はじむ、年齢不詳です。谷口笹和さん、年齢不詳です。パパの名前、20歳、宮島県、年齢不詳。谷口笹和、夫の名前は二文字違いで呼ばれていました。奥良山、北斜面。茨城県の仕事先でこの事故のことを知った私は、夫のことが気になり、いても立ってもいられませんでした。あ、谷口です。ご主人お帰りになりました？うちの人と一緒やと思うんですけど。え、何も聞いてないん？あ、帰りに羽田から電話があって18時の飛行機乗るって。谷口さんも一緒にいて、だからおたくもうちももうあかんわ。聞いた途端にふわーっとなんか気が遠くなって、とにかくその誰が何と言ってもまあ嘘だと信じたかったというか、うん。必死に子供たちの待つ自宅に向かいました。でも常に頭に浮かぶのはあの優しかった夫の顔。人にこうやって言うのが一番嬉しいんや。友達いっぱい連れてこい。ありがとう。一家の大黒柱がいない中、自分がその代わりを務めるしかないのは分かっていました。マチコさん着きました。けれど、えらいことになってもうて、ね、2階の方に。そのまま私は倒れ込んでしまいました。誰かが夫の確認に行かなければなりません。あかんやろか。新幹線って言ってたらこんなことやってん。今更こんなこと言ってもしゃあないやろ。身元確認言うてもな。マチコさんは無理や。誰が現場見に行く。いやでも誰かがこれおらんと、いろんな連絡もやるやろし。パパは大丈夫や。みんな大げさや。沢の水飲んで自分で包帯巻いて生きてる。ボーイスカウトでいつも訓練してる。あつし、パパを連れて一緒に帰ってくる。私も行くよ。ママは寝てて。絶対にパパを連れて帰ってくるから。倒れてしまった私の代わりに親族と共に現地へ向かったのは、あのいじめられっ子だったアツシでした。父さんの指にはイボがあります。それと おへその下に胃潰瘍の手術跡、それから頭の左側のこの辺に樹炎ハゲがあります。後藤太一さんのご家族の方、後藤太一さんのご家族の方。身元の確認が取れた家族が次々と呼ばれていく中、アツシを支えていたのは、お父さんは死んでいないという思いだけだったのかもしれません。こちらの藤岡市民体育館の方から、私はただニュースを見守ることしかできませんでした。胸を締め付けられるような苦しい状況の中、敦は気丈に振る舞っていたといいます。おもろいか。うん。けれど、谷口正勝さんのご家族の方、
口正勝さんのご家族の方。テレビに映ったのは淳。息子が夫の死を受け入れた瞬間、申し訳ない、むごいことをしてしまいました。なんか母親としてなんか守れてやれない情けなさと、まあ、自分に対する不甲斐なさいうのが一番ありましたし、でそんな時でも思うんですよ、主人がいたらなって、頑張ってくれるのになとか、ああ先生違うね、パパは事故にあってあれやねんけど、でもあの時はまだ生存者が何人かいるって言ってたから、お兄ちゃん頑張ってパパもうとにかくあの寝たきりでも何でもいいか連れて帰ってきてって思ったのを覚えてますけど、呆然自失の私を支えてくれたのもまた夫でした。それは敦が持ち帰ってきてくれた遺品の中にありました。夫は私たち家族に最後のメッセージを残していたのです。夫が私たちのために残してくれたもの、それは家族へのメッセージ。私たちはこの遺書を見て3人で生きていく決意をしたのです。すごい恐怖やっぱり人間だからあったと思うんですけど、それ跳ねのけてね、私と子供のためにね書いてくれたんだからと思いました。子供のためだってね、だからパパのこと誇りに思いなさい、パパみたいなね大人になりなさい言ったね、ママね。夫、そして父親が残した最後のメッセージ。家族は支え合って生きてきた。谷口家の屋根裏には今でも正勝さんが購入した多くのキャンプ用品が残されている。自分がいなくてもたくましく育ってほしい、そうメッセージを残しているように見えた。事故から23年、次男が結婚、息子2人が共に家庭を持った時、母真知子さんはこう締めくくっている。私の主人は、誠の9歳、長男が13歳の時に日航機の事故で突然この世を去りました。亡くなる直前、機中でしたためました遺書には、真知子子供よろしくとだけ書いてありました。子供の父を亡くした子供たちは私を助け、一人前に成長してくれました。主人の願いを叶えることができて、本当に肩の荷が下りた思いでございます。今日は本当にありがとうございました。
29年経った今も父の残した遺書は家族の支えになっている。最後までその家族のことを思ってくれて、ちゃんと何か物を残してくれたんだってことが嬉しかったですね。うん、辛かっただろうなって。まあその中で、まあ、必死の思いで書いたんだろうなと思うと、今はやっぱりすごく感謝してますけど。あれから29年を経た今も痛ましい事故が絶えることはない。今年に入ってからだけでも、韓国のチェジュ島に向かう海上で沈没した大型旅客船セウォル号、ウクライナ上空で撃墜されたマレーシア航空17便、台湾ではトランスアジア航空国内線が着陸に失敗して墜落した。そしてわずか2日前、イランで国内線がまた墜落事故、39人が死亡した。悲劇はいつ誰の身に降りかかるかわからない。その時私たちはどうその運命に立ち向かえるのか。今回新たに聞き取れたボイスレコーダーの声、これまではっきりしないままだった66箇所のうち18箇所で新たな音声が聞き取れた。浮かび上がるのは運命と人間の格闘。への執念がにじむメモ、機内より頑張ろうの声がする。その刹那にあっても家族のことを思う父がいる。事故は今も私たちにこのことを伝えている。人は常に、誰もがいつ訪れるかわからない試練と戦わなければならない。生存者吉崎弘子さん、今の思い。めったに乗らない飛行機なのに、それも運命だったのか。私の今の夢は、亡くなった夫の分まで100歳まで生きることです。30回目の 8.1 に過酷な運命と向き合った人たちは今も戦っている。